っぽう、ぽう、いや、でかいです。で、あれよね、そっちの呼び名の方からなんか変えるか、はいはい、魚的なそのそっちに、はいはいはい、向こう何釣ってたんすっけ、イカ、ほぼほぼイカ、ほぼほぼイカ、まあ、ずっとエギングしてましたもんね、はい、イカ、あ、ガタガタおかしい、ごめん俺なんか希望あります？しんどっ言いたくねえな。なんも、もなければイカ太郎になっちゃいますけど。イカ太郎やだな。どういうとこが嫌すか？言わずもがなじゃねえこれ。次にイカしたいんで。タロウが嫌だ。タロウが嫌だ。タロウやろ。可愛いのね。可愛いよ。じゃあちょっと考えるけど。ないかな。そのこれね、これねイカタロウになりますわこれ。イカタロウでいいよ。おう、でっかい。いや、でっかいでしょ。第1回、泳ぎ釣り はい、やってきました。皆さん、泳ぎ釣りってご存知でしょうか？その名の通りね、泳ぎながら釣るっていうやつが使う竿はこれ、このプラスチック、アマゾンで2000円ぐらい、2000円ぐらいにも、ね、このプラスチックの竿を使って重りと針で釣ると餌は、誰が一番大物を釣れるかと、はい、目標はイカだろうかな、とりあえずクエスどうかな。はい、了解です。カサゴ釣りはカサゴだね。いいね、小釣りカサゴだね。僕赤旗釣りたいです。いいね、でかいゲロリンだ。カタクラだ。好きよね、カチいないからって。一旦 GoPro の電池が切れる、大体一番で、まあ勝負を OK だよ。で、できるだけ離れずに、はいはい、よし、じゃあそれで進めていきましょう。はい、よいしょ。あ、大変だね、潜るって大変だね。大変でしょう、うん、それね、必要だわ。めっちゃ苦しいもん。釣れた？うん、ベラが釣れた。ベラがいると思った。あ、ベラがめっちゃおんな。サタリが多いね。多いっすね、うん、痛い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 、うん、でかい。なんだった？え、タバコかな。マジでか。うん。なんか針ある人、タバコ吸ってほしいぐらい。
これ何だろう、トサゴだろ、トサゴ、トサゴ、あ、でっかい、めちゃでかい、うでかっ、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 すげえすげえすげえ、すげえすげえ、マスターがおった、マスターすげえすげえ、おおでかっ、でかい、や、でかいでしょ、これはでかいでしょ、これはでかいでしょ、30あるだけど、あるある、これも思ったこれはすごいな、綺麗だわ、カサゴマスター、カサゴマスターやるでしょう。ちょっと締めたりとかはやってもらわんとできない、うん、もう こうすることしかできない俺も釣りに参加できんだよね、これでこれでかいよね、でかい、え、見えた、いや、全然垂らしてた、うん、完全に、うんアナさん、アナハル、見て、見て、うめば、うめば、勉強できたって仕事ができたってお金があったって